こんばんは、シエルです。今回はナイトルーティーンの動画です。最近はおうち時間がかなり長くて、外に出ない日結構あるなって感じるぐらい、家にいることが多いんですけど、少しでもね、体を動かそうとね、運動したりとか、あと自炊するようになりました。そして私には海外ドラマがある生活ということでね、ずらりと海外ドラマが並んでおりますが、夜ご飯食べながら海外ドラマ、洗い物しながら海外ドラマ、やっぱりちょっと私には海外ドラマ欠かせないんですけれどもね、そんな海外ドラマと一緒にいつも夜を過ごしております。最近さ、外に出ないから太陽に当たる時間が少ない人はビタミン D をね、しっかり取った方がいいよって言われたりとかしてて、それでビタミン D をね、毎朝飲んだりしてるんですけども、夜はね、こちらのサプリメント飲んでいます。うるおい生酵素、これをね、毎日夜ね、一粒ずつね、飲んでるんですよ。美容成分配合ということで、ちょっと人に合わない日が続いてるんですけどもさ、それでもやっぱ可愛くいたいなとか思うんです。こちらをね、毎日夜飲んで、明日も可愛く入れるぞと思いながら、ちょっとこれお見せしますね。穀物麹と野草のうるおい生酵素という美容成分配合の、体の中から綺麗になりたいなと年齢とともに思いますね。麹酵素、野草酵素、昆布茶、3億個の乳酸菌、コエンザイム Q10、コラーゲン、プラセンタ、ヒアルロン酸ということで、なんか最近乳酸菌という文字に惹かれがちです。最近買ったお漬物もさ、乳酸菌たっぷりっていうのがあってさ、それを毎日食べてました。美容と健康に良さそうなものがたくさん入ってます。保存料不使用のメイドインジャパンのものですね。こちらね、粒がこんな感じで、こういうサプリメントのさ、粒大きいのさ、飲めない人とかいると思うんですけど、ちっちゃいので結構飲みやすいかと思います。というわけで今日も飲みます。毎日こちらのサプリをね、夜一粒飲んでいます。なんか体の内側から健康で綺麗でいたいし、あと酵素だから腸活だよね。よくさ、お水たくさん飲んだ方がいいよとか言うじゃん。で、私あんまりお水をさ、飲めないタイプの人だと思うんだよね。そう、忘れちゃうの、飲むので。最近生み出した技が、夜1リットルいかないぐらいお湯を沸かしてコップ3つぐらいに入れとくの。夜過ごしながらその3つのコップの水を飲むっていう、なんかちょっとゲームみたいな感じにして、そう、お水飲むようにしてます。特にこのね、ペットボトルとかになると開けるのをめんどくさがっちゃうからか、飲まないのよ。極力コップに入れて、可能ならばストローを刺しといて、常に飲みやすいシステムを家でやってますっていう、どうでもいい話しました。はい、そんな感じです。あとお風呂も結構最近はね、しっかりと浸かるようにしてて、そう、長風呂してます。お風呂もお水を持って入るんだけど、海外ドラマをね、見ています。あと最近の日課のストレッチね、今日もストレッチをしていきたいと思います。はい、というわけでストレッチタイムです。こちらの部屋着はモッカーズのものです。はい、このピンクとブラック色違いで持ってて、そう、毎日着てます。こちら、この薄さ何かというと、はい、こちら iPad Air です。こちらの iPad Air で海外ドラマ見ながらいつもストレッチしてます。なんかね、こうドラマ見ながらね、やった方がね、ストレッチとか筋トレはかどるんで、そんな感じです。少し前に、元新体操選手は2週間で Y の字バランスができるのかみたいな動画を出したので、よかったらそちらも見てもらえたら嬉しいんですけど、私もともと新体操やってて、その後ダンサーやってるんですけど、その時にやっていたストレッチを今やってます。自己流ストレッチですね。ドラマ見ながらストレッチをしたいと思います。はい、というわけでストレッチ終わりです。そんな感じでストレッチいつもしてます。今日のナイトスキンケアはこちらです。
はい、こちらディオールのねものなんですけど、こちらディオールのプレステージというシリーズです。お風呂上がりにまずこちらを塗って、化粧水とかが浸透しやすくちょっとマッサージをして、でその後に化粧水、美容液、そしてこちらのクリーム、はい、そんな流れでスキンケアをしていきたいと思います。最近こちらニトリで新しく枕を買いました。ふわふわです。はい、はい、そのね枕に寝る前にこれ安眠具プラスというね、こちらのリネンミストをね軽くシュッシュッとして寝ています。うん、すごい柑橘系のいい香りがして、すごいリラックスできるんですよ。はい、こんな感じで毎日夜を過ごしています。はい、というわけで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。